まずうどんを食べるならその竹を外せ。なんだその竹は。箸を持て箸を。うどんお願いします。2杯お願いします。おう鬼じゃないかその女は。しかも仕込めだ。禰豆子仕込めのはずないだろ。よく見てみろこの顔立ちよ。街でも評判の美人だったぞ禰豆子は。行くぞ。いや行くけれども仕込めは違うだろ絶対。こちらへ。あ、禰豆子行儀悪いぞ。構いませんよ。この子は私が鬼にしました。え、あなたがですか。でも、え、禰豆子。おい鬼狩り。お前はまず矢印の男をやれ。周りの女は俺たちと妹で引き受ける。わかりました。禰豆子絶対に無茶をするなよ。禰豆子協力する練習だ。うん。1の型。うん。2の型。うんうん。3の型。うんうんうん。いい感じだぞ禰豆子。うん。禰豆子さん、すぐに血が止まらない。回復が遅い。この薬ですぐ足は治りますからね。面白いな。お前死なないからって不用意に出てくるな。なんだ何してんだ。人の血肉も食らわずに彼女が自分の力で急速に強くなっている。やめなさい、ユシロ。いいんですよ。はい。やめろ。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。やめろ。私たちは鬼ですが。やめろ。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。名乗れ。はい。かまど炭治郎、家はパン屋で6人兄弟の長男。ピアスを外せ。俺は橋平伊之助。ボタンを止めろ。俺は吾妻。髪を黒く染めろ。え、でもこれ地毛。招待するな理不尽。パンを食えるのも禁止だ。炭治郎。なべきしよう炭治郎。スイーツ頼むからくっついてこないでくれ。そんなこと言うなよ炭治郎。待ってってば。待って禰豆子ちゃん。なんだ。待て止まってくれ猪之助。炭治郎付近は
朝が早い。正直やめたい。だけどこれがあるからやめられない。それは服装テック。女の子をいくら眺めていても怒られないんだ、ねずこちゃん。まくもちゃん今日も可愛らしいな。あの先輩も綺麗だな。バケット。